はい、ありがとうございます。先ほどまでは美里さんが学生時代どんなインターンをしてきたのかっていうところを引き続きお話しいただいたんですけど、この動画では大学卒業して今何されてるのかっていうところをお聞きしたいなと思ってます。いろんなインターン行ったじゃないですか、はい、ちょっとここでお聞きしたいのは、大学卒業してどういう選択をしようと思ったのかっていうところをまずお聞きしたいなと思っていて、はい、今アフリカンツリーっていうのをされてらっしゃると思うんですけど、はい、そこまで行き着いた背景っていうのを聞きたくて、就職もあるし大学院もあるし、はいね、就職って言っても日本もあるし海外もあるし、まあ、いろんな幅広い選択の中からなぜ独立っていう道を選んだのかなっていうところはちょっと聞いてみたくて、そこ何かあったんですか？そこで言うとすごく迷って、うん、あ、そうなんですね。最初に本当に就職をしようっていうふうに考えて、はい、休学中大学4年生だったので就職活動一般的に始まっていて、就職をしようっていう感じで企業の、まあ、面談とかも受けていたりはしたんですけど、何か違和感がすごくあって、で休学中にやっぱりそのアフリカで何か現地の方の生活を豊かにできるようなことに挑戦したいって思いがあったんですけど、それができていないことにモヤモヤがあったので、何か自分が今のタイミングで挑戦しなかったら今後も何か挑戦するタイミングってきっとないんじゃないかなみたいなところを思って、ちょっと自分がやりたいことをまずやることにしました、はい、なるほど。じゃあそれをやって面談を受けてたけど、でもやっぱ違うな、今だからこそできることをやろうっていう選択肢でやったわけですよね。そうですね。でもまあ独立をするって言ってもいろんなことで独立はできちゃうわけじゃないですか、はい、その中でもアフリカンツリーっていうのを選んだ理由っていうのはちょっと聞いてみたいなと思ってて、どういう背景でそこに行き着いたんですか？帰国したタイミングはコロナ禍に入っていたっていうのが大きくて、どこにも行けなかったですし、アフリカでもう一回挑戦したいみたいな気持ちがあってアフリカに行きたかったんですけど、やっぱりそれは行けない時期だったので、じゃあアフリカに関することで何かできないか、かつその家にいる時間が多かったので健康的なものっていうところで、じゃあ健康的なものでアフリカ何があるって言った時にモリンガっていう植物に興味を持ち始めて、でアフリカからモリンガを輸入しているところのものを使ってじゃあ商品を作って販売してみようっていうようなところでアフリカンツリーができました。なるほど。じゃあアフリカンツリーができたのどれぐらいなんですか？だいたい本格的に活動を始めたのが自分が大学4年生の秋頃でした。なるほど。じゃあアフリカンツリー今どれぐらい経ってるんですか？1年経った？ちょうど2年ぐらい。2年経ったんですね。すごいわ。あ、そうなんですね。アフリカンツリーっていうのは基本的にはどういう商品を扱っていて、何を目的に作られたのかっていうところをちょっと改めて聞きたいなと思ってます。扱っている商品としては今出ているグラノーラと、まあ、ソープみたいなところをこれね、はい、はいはいはい、扱っていて、次世代のスーパーフードって言われている、まあ、栄養価の高いモリンガっていうものを主に使っています。はい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 、はい、目的としては、活動しているケニア農村の村があるんですけれども、そこの村の、まあ、現地の子どもたちがより教育の可能性だったりとかを得られるようなところを目指していて、まあ、モリンガをちょうど植えてあるような村なので、そこから現地の収入を向上できるようなことを目標にしています。ちなみにモリンガってどれなんですか？この緑の部分ね。これが緑、緑がモリンガだね。そうです。なんだと思いました。いや、抹茶かなって。抹茶入れてるんでしょ？これ抹茶とモリンガでダブルスーパーフードっていう。ダブルスーパーフード。日本とアフリカのダブルスーパーフードっていう形で。モリンガって緑色してるんだ。そうですね。あ、緑色してます。あ、そうなんや。僕アメリカにいたんだけど全然知らなかった。そうなのね。モリンガは何に健康的なんですか？本当に正直幅広くて何にっていうのも難しいんですけど、まあ、例えば高血圧であったりとか、はい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 、アンチエイジングとか、まあ、肌が綺麗になるとか、お通じが良くなるとか、はい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 、いうところですごく300の病が治るとかいうような現地で言われていたりとかするようなところで、すごく幅広い効果がある植物です、はい、なるほど、ありがとうございます。実際これ1ヶ月に作れる量ってどれぐらいなんですか？結構今自分で作っているので、作れる量も本当に頑張って作れば結構できるんですけど、やっぱり現地の方が頑張って生産しているモリンガあんまり予想出したくないって思いがあるので、はいはいはい、受注販売みたいな形にはしているので、マックスで100個ぐらい作れるかなと。あ、なるほど。じゃあ受注販売ってことは EC サイトを構えていて、そこから注文を受けてから作って配送って感じですね。そうですね。基本的にその期間限定で販売みたいな形にしていて、その時期にいただいた注文を予約販売みたいな形で、なるほど。今ちなみに全部自分でやってるんですか？そうですね。 EC サイトを作るところとか、はい、EC サイトは今持ってるんですよね？そうですね、販売サイトを。へえ、それも作ったんですか、ご自身で？そうですね、作って。なるほどね。で商品も自分で作って？そうですね。で営業もして？そうですね。やば。インターンはいないんですか？お手伝いしてくれる方とか。インターン生が短期間でやってくれてたりは入れ替わり立ち替わりしてくれてるんですけど、本当に助かっていて絶賛募集中っていうことで大丈夫？絶賛募集中。
わかりました。どこに連絡したらいいですか？インスタ？じゃあアフリカンツリーのインスタに。あ、じゃあアフリカンツリーのインスタは概要欄に貼っとくんで、はい、ぜひそこから連絡してみてください。そしたらお手伝いできますかね？ぜひアフリカに興味ある方とか国際協力に興味がある方に来ていただきたいです。うん、なるほど。じゃあもう絶賛募集中っていうところで。一方で、はい、ちょっと視点変えて聞きたいんですけど、石鹸も作ってるんですね。これは私たちが作ってはいなくてコラボ商品みたいな形で。どことコラボしたの？ケンチの今もう一人の一緒にやっているメンバーが、うん、まあ、ケニアに滞在していたりとかするんですけど、うん、でケニアのローカルの社会起業家さんが作っている商品です。こだわりとしては余計なものを全然入れたくないっていうところがあって、まあ、その方自身の暮らしも水にもこだわられていて、すげえ絶対水道水とか、うん、売られているミネラルウォーターもあんまり飲みたくないみたいな。え、じゃあどっから飲むの？なんか雨水の方がベターだみたいな、雨水のベターな考え方っていう。あ、でも面白い考え方ですね。なるほどね。っていうところで本当に余計なものとか化学製品は入れたくないっていう。だから自然のもので出てくるものがいいんだというところですね。はい、じゃあここはコラボで、基本的にはじゃあアフリカンツリーで作られている主軸はこっち。そうですね。なるほど。ちなみにポップアップとかでも出したりするんですか？そうですね。今ちょうどいつも協力してくださっている NPO さんが今北千住の丸井で販売を今するので、その中の一つとして販売をさせていただく、うん、NPO が出すんですね。そうですね。じゃあ NPO が商品を作ってその商品を出すみたいな感じ。 NPO さんがいろいろな世界各国の社会起業家さんが取り扱っている商品をセレクトショップとして取り扱っていて、その中の一つとして今回動かせていただくみたいな形です。あ、面白いですね。その NPO って何ていう名前なんですか？ベリーフィフティさん。あ、そうなんだ。ベリーフィフティはそこもやってるってことですね。そうですね。それを言ってたわけですね。なるほど、ありがとうございます。ちなみに最後なんですけど、今後どういう風にしていきたいのかなっていうのはちょっと思っていて、2点聞きたいなと思っていて、はい、アフリカンツリーとしてどうしていきたいか、あと自分としてはどうなっていきたいか、この2点はちょっと聞きたいなと思ってて、そこの部分どうですか？2つに共通するのがワクワクを作れる人になりたいっていうところがあって、でアフリカンツリーとしては今ケニアの農村の子どもたちっていうのは教育機会がやっぱりないみたいなところとかで、自分で稼いでいかなきゃみたいなところになっている子どもたちとかもいたりするので、モリンガを使った収入改善ができることによって、まあ、子どもたちが自分の可能性とか自分の将来の幅を広げられるっていう状態になれることが目標としてやっています。それは一つそうなんですね。個人的なところで言うとどうですか？将来的にはこうなりたいみたいなのってあるんですか？本当に将来的に言うと事業家になりたいと思っていて、そこも途上国の生活を豊かにする事業家になりたいっていう思いがあって、まあ、アフリカもやっぱり好きなんですけど、そんなにすごくアフリカだけってこだわっては正直いなくて、最近もインドとかに行っていたりとかしているので、そこで何かできる機会があって、まあ、ワクワクを作れるようなことができれば、なんか結構どんな事業でもいいなっていうのを思っているので、それができるような人になりたいので、兼業っていう形になるかもしれないですし、そういう形でも少しずつ自分ができることを増やしていきながら、まあ、そういった将来の夢に向かって頑張っていきたいなと思ってます。なるほど、ありがとうございます。最後にちょっとこういうアフリカの商品を使って販売していくってこと、はい、これっていわゆるレッドオーシャンというか、まあ、はい、いろんな類似商品っていうのが出てくる中で、はい、どういう戦略でアフリカンツリーとしては出していくっていうところを考えてるんですか？差別化がなかなかしにくいっていうところで、ね、本当に大きな違いでいうと、私たちが今活動している村を知っているっていうところだけが一番の大きな違いになってくると思うので、はいはいはい、そこの魅力をどんどん伝えていくことかなっていうふうに思っていて、まあ、村の方々もそれをすごく望んでいて、自分たちの美しい村を知ってもらいたいっていうところなので、まあ、私たちにとってもそこが差別化要素になるし、村の方々にとってもそこを知っていただくことで観光客が増えたりとか、何かいい影響があることを望んでいるので、そこが達成できたらいいなっていうのを思ってます。確かに、もしもっとファン増えたら、これ実際モリンガを下ろしているところにスタディツアーみたいなのに連れてくっていうのもありですよね。そうですね。確かに、はい、身近なものにしたらさらわされて面白そうですね。そうですね、実際ぜひ来ていただきたい、はい、でもそういった難しい世界に飛び込もうとしてるのは単純に尊敬します。はい、ありがとうございます。というところでアフリカンツリーの部分いろいろお話をお伺いしたんですけど、今日はですね、国際協力の中でも学生時代ものすごいいろんなところでインターンをされていて、今アフリカンツリーっていうところをされている視察さんにお越しいただきました。はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。